よろしくね、先輩。女の子なら誰もが信じる伝説、それはきらめき高校にもあります。卒業の日、この木の下で女の子から告白して生まれたカップルは永遠に幸せになれる。うん、ユミ、大好きな先輩にこの気持ちを伝えなくちゃ。今から実験するの。付き合ってくれるわね。実体実験とかは嫌ですよ。大丈夫、ゲームよゲーム。これによって追い詰められる人間の脳波を探るだけ。ほら、さっさと行くわよ。Yeah!
ユミ頑張るよ。Thank you.
いい質問だ。僕は理事長の孫、すなわちなのだよ、ユミ君。もうユミ言ってもいいですか？子供には難しかったか。ユミ、子供じゃないもん。くれるかな？机の中
に手紙を入れてきたけど、怖くなってきちゃった。ユミ、子供っぽいし。先輩の学年って素敵な人たくさんいるし。ユミのこと、友達の妹としてしか見てくれてないかも。どうしよう。そうだったら、どうしよう。ダメダメ。こんなことばっか言ってちゃ、本当にそうなっちゃう。